ウィンドスペクトサバンナ、グロービーチフォレスト、オールドグロービーチフォレスト、なに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 、聞いたことねえ、あのバイオムの名前があった。あーでもね、特殊だよここ。うわ、なにここ。登録。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました、カズワールド 1.18 になって2回目の収録でございますが、一応マグ島のね、設備は前回ね、全部動くこと確認しましたので、今日ですね、めちゃくちゃ気になっていたことがあるので、それを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。リトラアルデイショータ、1.18 に関する動画が遅くなって申し訳ございませんが、ご覧ください。ジャジャさんだ。ジャジャさんがこれ3枚置いてってくれたのかな。でジャジャトラをつけてジャジャさんありがとうございます。これ必ず10枚に紹介しますから、ジャジャさんが、レンタルし、させていただきましたということでね、これは10枚に紹介する。だからこれ一応この3枚はですね、いただいておいていいのではないかと思っているなんですが、今回はそれじゃないんですよ。鉄マン会場の下にまだ鉄は残っているのか。今 1.18 じゃないですか。で地下が大きくなってるので、もしかしたらまだその下に鉄がある可能性があるじゃん。ちょっとそこをね、まずは見に行ってみたいというふうに思っております。重たい。おいおいおい、あおいおいおい、やっぱ読み込みにこう、ほーりー、ちょい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 、あーびっくりしたー。今生成に時間がかかってたんだろう。はい、鉄マン会場やってまいりました。この地下がどうなっているか問題でございます。ふふおー、松明がぶっ飛ばされて、さらに下、はい、今ここで高さがもうちょうど、高さ5に来ておりますね。階段掘りしていこうか。はい、というわけで、洞窟発見。普通に鉄あるね。鉄あるし、なんかダイヤはもっと深くに行かないとないのかな。ダイヤもあんのかな、このフロアに。鉄をね、1万個取った会場の下でもですね、普通に鉄は新たに生成されているよっていう話だよね、これね。ただやっぱり上にあったりとかで採掘は圧倒的にしづらくなってますね。今後 1.18 での鉄線大会などがね、行われることになったら、また容量変わってくるんだろうね。これ光呼吸あんじゃん。もうこれがあるだけでもう敵湧かないんですよ。ほんと敵湧かなくなってんですから。あら、コンコンコン、あっ、今高さマイナス53ぐらいまで来てますね。なんかね、このマグマだまり付近にですね、やっぱりダイヤって生成され安くなってるらしいんだよね。ああダイヤぐらいは探しておきたいな。あ、ダイヤだ、発見発見発見。うわ、ようやくダイヤ見つけた、マジやべえ。ふぅ、ホーリーシェってほどでもないけど、貴重に、より貴重になった、このダイヤ1個かい、1個かい。おい、もうあとはやはり経験だな。新しいこういう洞窟いっぱいプレイしていくしかない。そうすればおのずと攻略方法的なのが見えてくるはず。あっ、スッポナーでーす、イエーイ。これでどうなのかな、スッポナーの脇雰囲気どうなの。鉄ありがとうございます。気になるよね。あ、またラピスだ、楽しいね、楽しいね。ラピスラズリもありでね、もらっといて、無駄に松明置いちゃったけど、この光ゴケでほらこんな湧き潰しされてるからね。うん、もう国敵湧かないんだよ、何回も言うけど。ありがとうございますだよね。さあではちょっとこの辺りもう見切ってしまったので、次の洞窟へちょっと移動したいんだけども、どうしようかな、もう掘っていっちゃうか。あ、でももうここも結構下なんだよな。ダイヤはまだ1個だけ。うわー大変、もっと下なんだよなきっと。わかったわかった、もっと下なんだ。はい、わかったわかったわかった、ないか。おおお、一応スケルトンの音は。
でもね、やっぱね、みんなね、敵の脇は甘くなってる感じはする。まあ、小さいちょっとマグマがあったりちょっと光動きがあるだけで敵が湧かない感じが伝わってくる。わかんないよ、肌感だから。適当なこと言うんです。すぐどうするべきなんだろうね。今んとこパッと思いつかんわ。ダイヤ効率的に取る方法、高さ指定していくしかないか。この高さで今マイナス54、ほぼまああと10マスぐらい下になってるから、今までのね、今までの法則今までの法則からすると岩盤から上11マスじゃん。うん、今までの法則からすると合ってっちゃ合ってんだよな。だからこれぐらいの高さでブラマイをしてもいいかもしれません。この高さいこうか。1個掘るともうちょっと この辺だとマグマっぽくなってきちゃうから、多分もう1マス下か。いやここだともうマグマだもんね。こうマグマ、うん、そうだよな、これマグマの高さになっちゃうから、うわ水必須。うわでもめんどくせえな。はい、ブランチマイニング、あよし、それではブランチマイニングの様子を、あリプちゃんでご覧くださいって。リプちゃんなかった。リプちゃんねえから適当に掘ってね、後で報告しようと思ったんだけど、掘ってたらめちゃくちゃでっかい空洞を発見しました。この規模のはねなかなかないんじゃない。マグマがもう本当に湧き潰ししてくれるんだなって感じだな。ここで高さ50か。こんだけでも広いこう見渡しがいいところでダイヤ見当たらんっすね。あうわーおーえダイヤ、はあ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 、一応デイヤでございます。デイヤすっくねー、デイヤすっくねー。ほらそんな松明置いてないのにこの大空洞もう敵出てねえもの。一番下この辺だとでもしんどいような気もするけどな。一番下ともう岩盤に出てきちゃうから、岩盤の一番上ランダムに岩盤で設置されるんだけど、岩盤の一番上みたいなところを掘ってきゃ綺麗かもしんない。今んとこここでの高さでいいのかな。いくぞいくぞ。はい、掘ってると出ましたダイヤでございます。ありがとうございます。なかなかいいんじゃん、なかなかいいんじゃん。ちゃんとあー初めてだこんな塊で。あのね今まであの上でちょこちょこ出てきたダイヤは塊じゃなかったんで、とはいえまだ2箇所だからまだ答えと言えんけれども、今この高さで掘っておりますが、一応ようやく塊で出たって形でございます。あーちょっとねブランチマイニングまだこれ公開収録してるんですけど、喋りながらやってたらですね違うなと、こうじゃないなって思いますね。あと高さ依存めっちゃするから、もう見つからんと永遠見つからんことがありそうでヒヤッとしました。今まで前も言ったさっきも言いましたけど、大体ある高さに行けば全ての鉱石が掘れるよねっていうのがあったんだけど、それがなくなってるのでブラマイじゃねえなって気はしてきましたね。ブラマイの効率はガクーンと下がってんだなってこう肌で体感しました今回。ありがとうございます。さあ今ね高さマイナス54にいますけれども、はい絶対ブラマイじゃないと思う。ごめんなさいね、これも僕の肌感でしかないよ。ダイヤに関してはダイヤが出る高さをもうちょっとちゃんと調査してブランチマイニングするといいかもしれません。まあ30分ぐらいしかブランチマイニングやってないので、何とも言えませんけど30分程度でね分かることなんて知れてますから。あー懐かしいよ、石が懐かしい。みんな石田さんなんかマイクラに帰ってきたって感じ。あー石が懐かしい。このわずかな時間だが石を懐かしいと感じてしまいました。オーマイゴッシュ、おーいつもの洞窟、普通に鉄マン解除の下だけど普通に鉄は残ってるね。でもう一つ言うと、一応ね鉄マンつってこうボンさんが一人でね一番こう取ったところの下なんだけども、以前ですね20人でですね鉄線っていうのをやったんでね、まあ、2万個取ってもまだ鉄余ってたんでね、鉄なんて1万個2万個じゃなくなる、ものじゃないぜっていうのはもうね
分かってることではあったんですが、まあ、今回あえてね鉄マン会場の下を調べさせていただきました。イエーイ、ただいまー。はい、帰ってきましたが、そうですか、離れましたか。結構離れましたか。ちょっと行きますか。どうなりますか。このワールドでやった人いるかな。いるよね、いると思うけど、私も自分の目で見てみたい。この先にあるキノコ島からさらに遠くに行ってみると 1.18 でしか読み込まれていないバイオームが出てくるはずです。ということで、この動画内でもお伝えしましたが、生成アルゴリズムが変わっておりますので、背の高いところがいっぱいできるということでございます。やってまいりました、キノコバイオームです。ここからこちらの方向へ飛んでいくと、おそらくまだ誰も読み込んでいない場所に行けるはずです。行きましょう。この辺りもう絶対そうだと思うんだけど、パッと見じゃ分からんのかな。だって誰も来る用事ない場所じゃん。おお、海が長え。なんか重めのモッドをプレイしてるみたいな読み込みの遅さ。今サーバー頑張ってんな。どっちにしても遠いところ行くと重たくはなってたので、アップで前から拍車がかかった気はするな。こういうのはでもね、どうしようもないですから。おーっと、陸地登場。これ絶対読み込んでないだろ。ここはもう絶対読み込んでないから、歩く。よいしょよいしょ。おおおお、でも見てください、なんかね、崖っぽい、崖っぽいわ。 1.18 って感じの。おーっと、すみません、危ない。おー、崖だね。あ、ここはサバンナのなんとかってとこか。ウィンドスペクトサバンナグロービーチフォレスト、オールドグロービーチフォレスト。なに、聞いたことねえ、あのバイオームの名前があった。あー、でもね、特殊だよここ。うわ、なにここ、サバンナでもなんでもねえ。オールドフォレストだって。サバンナかと思わん、これ。ここサバンナかと思わん、色が、土の色がちげえわこれ。うわー、荒れた土じゃねこれ、荒れた土。あ、そうだね、荒れたってか荒い土だ。マジでかい。あ、見てくださいこれ、この高さに鉄ができるわけ。これも大事な要素ですよね。90にも鉄は生成されると。今までだと60以下だったっけ。うん、60以下かなんか忘れちゃいましたが、要するに下にしか鉄鉱石は生成されなかったんですが、銅鉱石と同じようにですね、上にもですね生成されるようになっているということでございます。うおー、うわー、別になんか別に特に何もなかった。出てきてほしいなー、レアなとこさよなら。マジかー。まあまあ、つまりブラマイはダメだぜ、多分。みんなー見てくれ、帰ろうと思ったら、終わろうと思って帰ろうと思ったら、でっけーでっけー、ちゃんとあったー。これはサバンナだ。高さ205だってよ。オーマイゴード、もう下見えん、高ーい。もうここで、もうここで暮らすしかないんじゃないの。こういうところに建築したかったな、この間。覚えとこ、サバンナ、ウィンドスペースウェプトサバンナがいいんだな。でっけえわ。
ほな。